桜が通り夢を乗せて台本あ小説ああブログで最近書いてる小説だあれ最近俺読めるって言ってるこれ今日何小説なんで最近それ読むようになったの言われたらなんかねマネージャーさんいやハマりだしてらしいですなんとなく一作読んだらハマっちゃってじゃあごめんねって話でちょっとじゃあ私ごめんねさあ明日への旅分かってるっしょ全然読んでなかった全然読んでなかった恥ずかしい